バケッ、ビビったー。さすがにこれはびっくりしたわ。イブ、ギャリー、どこにいるの？隠れろ。息を潜めておくんだ。悲しそうな顔。メアリーがさ、シザーマンのようにずっと追い続けてくるとかだったら怖いゲームだけど今のってまさか追ってきたんだわ、あの子。ああ、怖い怖い。果物くんが切られるかと思ったけども大丈夫だった。メアリー、私たちのこと探してた。やっぱり恨んでるのかしら。でもあの子はゲルテナの作品、やっぱり一緒にはいけないわ。悪い子ではないんだけども、人間ではないからっていうあたりだね。じゃあバケツに水を汲みましょう。よいしょ。バケツに水を汲んだ。水を汲んだのはいいけど、これどうしよっか。ま、これの使い道はあんたに任せるわ。じゃあギャリーに、えい、バッシャーンって。イブ、もしかしてこのチューリップに水をあげようとしてる？水をあげたら咲くかも。なるほど。まあ、物は試しよね。よみがえれ。チューリップが咲いた。ん？花の中に何か入ってるわ。小さな鏡。鏡で太陽の光を反射させてかな。うん。太陽。あれ、使えないかな。太陽！あ、こっかな？ここがあのオレンジになってるってことは太陽の光が当たってるところなのかもしれない。うん。ギャリーと話す。なんかこの場所耳鳴りがする。それにクレヨンの匂いがしない？なんで？太陽の光の音？この手鏡何に使うのかしらね。あ、やだ、私クマがひどいって顔見てる場合じゃないわ。ごめん。コンシーラーとかね、オレンジ系のやつで塗ってね、隠してあげなきゃ。しばらくじっとしてると、あったかー。クワ？イブ、日向ぼっこもいいけど、そろそろ行かないと。本物のお日様、見られなくなっちゃうかもよ。それは困る。プリンを見る。大きなプリンがお皿に乗っている。一度、ああいう大きな食べ物にかじりつきたくなったことない？あるある。やっぱり？あるわよね。ただベトベトになっちゃいそう。ちいかわの世界とかでこういうでかいのを、むしゃ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 って食ってそう。私がイブぐらいの時は、絵本に出てきた巨大ケーキが羨ましくて、上に乗って地面を食べたり、ジュースの海に飛び込んで泳いだりしたかったわ。めっちゃあのベトベトしそう。そして鼻とかに入ったら地獄だろうな。そして鏡を扉に向けてみる。小さな鏡を扉に向けた。ピコーン。なるほど、鏡で太陽の光を反射させたのね。やるじゃない。せやろ。このパズル解けるかな？間違えた瞬間に押し置き。なるほど。どこに何があったかを覚えておいて、その順番に歩けってことだね。一度確認してこないとだ。で、最初、馬。馬がイブとギャリーの絵が書いてあったところだから、ここ入り口だろうから、おそらくここな気がする。ピンポン。で、キノコが、川のところだと思うから、ここか？よしよし。で、サクランボどれだろうな。蝶々が最後だね。うん。星。星が、こことかだけかな。とりあえず見てこないと始まらんわ。魚が右下。ここか。足跡か、これ。で、緑の魚。キノコ。ぬん。星が真ん中上。木とおうち、ぶどう。蝶々。お、よかった。途中からやれる。で、太陽、緑の魚、星、足跡、蝶々。何かが落ちている。ピンクのクレヨン。で、この真ん中上のところを足場を塗りつぶしてあげてかな。いくら考えてもクレヨンの使い道がわからないわ。いやいやいや、ここまで持ってきてるんだから。何かを描くとか？この色も何か意味あるのかしら。ここですよ。ここでピンクのクレヨンが使えそうだ。
塗り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 。クレヨンで塗りつぶすのって結構疲れるわね。めちゃイケかなんかでやってたあのエスパー伊藤が1分以内にホワイトボードをあのマッキーでなんか塗りつぶすチャレンジってやってたやつ、あれをふと思い出したよ余裕で失敗してたやつ。濡れた。地面を塗ったことで通れるようになったようだ。おもちゃ箱あるとしたらもうここしかないわね。イブ、家の中調べましょう。はいよ。あら、シンプル、シンプルハウス。おもちゃ箱。これがおもちゃ箱？ずいぶん大きいわね。人が入りそうですね。それにしても、この中におもちゃの鍵があるって書いてあったわよね。そこが見えないんだけど、本当にこの中にあるのかしら。後ろ後ろ。行ってみたら？ドン。ぐちゃ。わーお。おもちゃ箱の中。赤いバラがない。まずいぞ。あれがないと。ソウルジェムみたいなもんだからな。窓麦のエロ同人とかで、あのソウルジェムをさ、別のところであのなんか、ね、ちょめちょめってされるとさ、本人がビクンビクンってしちゃうやつっていう、そういう設定の結構あるよね。ギャリーもいない。お人形がいる。とりあえずセーブポイントがある。人形はすぐ見つかるんだけどな。お、バラがあった。赤いバラを見つけた。落ちた衝撃で花びらが散ってしまったようだ。あらまあ。頭がないぞ。ギャリーはどこだぞ。あ、死んでる。青いバラは、ちょっと待って。俺さ、左側を隠してるからさ、若干視界が悪いんですよ。さすがにこの状態だとね、どこに何があるか、さっきのバラぐらいの小ささだと、わかんないんですよ。何か落ちてる。おもちゃの鍵、やったー。ギャリーをスルーして帰ることができますか？青い人形は笑ってる。これは目玉か。青いバラどこだ？ギャリーはちゃんと手に持ってるのかな？よし。ギャリー、上か。頭打った。イブ、大丈夫だった？まあ、ここは気丈に振る舞うか。大丈夫だ。HP 残り1だけどな。そう、よかった。ここからお渡し機が始まるか？ところてん。何ここ？落書きだらけ。ここが、おもちゃ箱？私たち、上の階から落ちてきたのよね。あの子に押されて。ともかく、おもちゃの鍵だっけ？それを探して戻らないとね。もうゲットしてるぜ。え、もうおもちゃの鍵見つけたの？さすがね。じゃあ、とっとと出口探しましょう。やったぜ。あ、しかし、不穏な状況に。なに？この嫌な雰囲気。耳な雰囲気ってことですか？なんか前にも似たようなことが、タイム制限ありってことですね。わーお。うわー、何よ、こいつら。イブ、急いで出口に向かうのよ。こいつらに当たるとおそらくダメージを食らうだろうから、よいしょ。今の状態で何か拾っておく必要ってあったのかな。なんか気になっちゃうんだよね。なんとか逃げ切った。なんなのよ、もう。そうだ。あんたのバラ、早く回復させないとね。今度はしっかり持ってるのよ。もうなんか、服の中に突っ込んどこう。トゲが刺さって痛いだろうけど。あ、イバラで。しかも黄色いバラ。つまりこの先にメアリーが。あ、ここって、おもちゃ箱があった部屋？イバラが道を塞いでる。見事に塞がれてるわね。上に行くなってことかしら。さて、どうしましょうか。調べると、なんか、このイバラ変よね。本物じゃないみたい。植物特有のみずみずしさがないような、偽物みたい。というか、ここに来て何もかも現実味がないのよね。あの太陽の光やプリンもそうだけど。なんか、本格的にやばくない？私たち。燃やせる？引っ張ると。でもこれ、トゲだらけでつかめないわよ。
怪我したら困るから別の方法を考えましょう。燃やすことできる？ライターで。燃やすか。そうね。それ、いいかもね。なんか全然考えつかなかったわ。燃えるものだと思えなかったというか。まあいいや。それじゃあ燃やしてみるわよ。食らいやがれ。へへ、燃えたろ。やった。うまくいったわ、アイブ。これ燃やしてもよかったのかな？分岐に関係あったりしたか。何この部屋。なんかすごくボス部屋臭がする。それよりイブ、見える？向こうの壁にかかってる絵。あの絵、なんか見覚えあるわ。もっと近くで見ていい？メアリーの絵かな？お、メアリー戦車走ってきた。誰かいるの？ハウア。イブに、ギャリー、二人とも無事だったんだ。どうやってこの部屋入ったの？オロチナギ使いました。出てってよ。めや、食い気味に来た。この部屋に近づかないでよ。早く、ここから出てって。わあ、パレットナイフを突き出した。早く、早く、早く。うわあ、出てけー。うわあ、逃げろ。あー、刺さった。あー、ダメだった。これはダッシュが足りなかった。2回目。上ボタンを押しっぱなしにして急いで燃やせってことか。うおー、間に合った。メアリー、外す、破る、燃やす。わー、どれやっても危険だな。まあ上からやってみるか。外す、硬くて外せない。破る、あー破けない。はい、間に合わない。燃やすしかなかったのか。向こうの壁にある絵、私の予想が正しければあの絵は戻れる。一応このあせっかく上に行けるようにあったんだから行ってみましょう。燃やす前に出ないといけなかったか、それともあの時点では出たところで何も進展なしだったかな。そういえばズーム機能ちっとも使ってなかったの俺。にょっぽ。メアリー、燃やす。もうこれしかない。おい、やめて。ファイヤー。 すごい表現が。ああ、いやだ。メアリーを救う道はなかったのか。ああ。おそらく別エンドではなんとかなるのかな。なんというか、さすがに死ぬかと思ったわ。なんか思った以上に激しく燃えちゃったわね。イブ、大丈夫だった？ガラス浴びたでしょ。大丈夫やで。え？私の手？あれ、本当だわ、切れてる。あれかな、イブのハンカチをキュッてやってあげるか。気づかなかったわ、さっきので切れたみたい。まあこれくらい大丈夫よ。ハンカチを渡す。もしくはペロッてしてやんな。ハンケチーフ、いいの？じゃあちょっと貸してもらおうかな。ってこんな高級品もったいないわよってなるかな。これ本物のレースじゃない。なんか汚しちゃうの忍びないわ。もう手遅れだけど。まあいいや、せっかくだし借りとくわね。ありがとう、イブ。さ、それじゃあ外に向かいましょう。アクセサリー、本。これは鉱石の本？こっちは絵本だわ。友達の作り方、友達の作り方、ケーキなどの写真、クレヨンしんちゃん、マネキンが化粧されてる、どこかの風景、紙の燃えかすのようなものとパレットナイフが落ちている。本当にゲルテナの作品だったのね、この子。出口に向かいましょう。
メアリー、この額縁、やっぱりメアリーのだったのね。青い人形、でかい。もうやだこいつ。イブ、触らないようにしましょう。カード、クレヨン、クレヨン。みんなはお客様を呼んで一緒に暮らすのが好きだけど、私は自分が出かけていってそのまま外で暮らしたい。でも私が抜けるには外の誰かと入れ替わらなきゃダメみたい。なんてこった。早く誰か来ないかな、早く誰か来ないかな。これってメアリーの日記。もう行きましょう。はいよ。あ、そうだ、回復しなきゃ。だいぶお渡し機で済んじゃったからな。これでこの鍵かな、おもちゃの鍵を使って BGM が止まり、綺麗な階段になった。